こんにちは。本日の試合は愛媛対仙台、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。仙台、どういった立ち上がりになるんでしょうか。ふわっとしたボール、夏へ。渡辺、武藤、抜けてくる、中央へ。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。サイドのスペースを使う、夏へ。ここは体を張ります。ハモ、前線にボールを送ります。裏を狙っていきます。裏へ抜けた。自分で行く。ここはファールを取られます。早くもカードをもらってしまいます。審判に抗議しますが、これは認められません。このパスには追いつけませんでした。戦列を離れていましたが、今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。前半17分です。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。なるほど。愛媛、先日の試合は僅差で勝利をものにしています。出す、斉藤、届きましたよ。抜けてくる。これは相手に当たってしまいましたが、コーナーキックへとなります。前半最初のコーナーキック、ヘディング。最後ヘッド合いません。愛媛がこの試合最初のシュートを打ちました。縦のボール、ロングボールを入れてきます。安田、このボールがつながります。上げてくる。フォローいいですね。サイドを使います。いいとこありますよ。どうだ。おっとルーズボール、武藤のシュート。うわ、まだある。渡辺、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。大岩、大きく縦へ、味方を走らせる。いい展開ですね。キーパーからのロングフィード、ジョンソン、金園、ここで前を向けるか。さあここでカウンター、
どうだ、シュート決まった、先制。さあまずは先制。フェイントを入れてからシュートという得点でした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。はい、見事なシュートでしたね。そうですね、今シーズンの4ゴール目です。先制しています。1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。さあまずは最初の45分を終えました。愛媛としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。では引き続き試合をお楽しみください。ではセカンドハーフ見ていきましょう。愛媛としては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。裏のスペースを狙う斉藤、武藤に渡る、絶好の位置、止めた。いやー、ファインセーブでしたね。キーパーの反応が素晴らしかったですよね。このピンチよく防ぎました。まあ今マーク甘かったですからね、一瞬空いてしまいましたよね。振って上がる、コーナーが続いています。リューズボール、グアディアデリラへのボール、ここは通しません。まだいますよ。サイドへ、フリーだ、抜けてくる、ドルーズボール。仙台、先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに突き出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りますからね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね。はい、ただ外でボールを回されてしまうとなかなかプレッシャーには行きづらくなる欠点はありますけどね。仙台、先日の試合では2対2と引き分けています。左サイド上がっていきます。どうだ、いやー合わないか。収めることができませんでした。
チャンスを迎えたシーンがありました。仙台、先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか。タッチラインまで相手ディフェンダーを引っ張って、選手間の距離を広げることで中央にスペースができやすくなりますからね、そこに2列目以降の選手を取り込ませる意図じゃないでしょうかね。なるほど。長いボール縦へ、ここはすぐ奪い返します。裏へのスルーパス、野津田、弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。ヘディング、このヘッド報われませんでした。まあ、ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、はい、狙い通りのシュートっていうのはなかなか難しいですよね。なるほど。小島、スペースへ出す。ここは要注意ですよ。サイドを縦に走らせます。上げてくる、どうだ。愛媛同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。ちょっと頭抱えましたね。今入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。振ります。ワッギャレッラ、もう一つ前に行きたい。ボール入りましたよ。自分で行く、大きく縦へ。さあワッギャレッラへ、ここは競り勝ちます。西村、裏へのスルーパス、勝負なシーン、どうだ。よくカバーしましたよ。縦にボールを送ります。ウィルソン、安田、マリアレンダ、ここで笛が鳴ってしまいました。試合終了、1対0。愛媛、今日の試合は勝ち点を得ることができませんでした。結局前半のゴールが決勝点、2位に落ちてしまいました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。愛媛としては後半に入って落ち着きを取り戻してはいたんですけども、結局追いつけずに終わってしまいましたね。彼らにとっては思いっきり感じたんでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れになります。